皆さんこんにちは、寺子屋忍者の岩沢です。今日は清井町のこちらの福田屋さんへお邪魔しております。ではこれから中に入りたいと思います。皆さんこんにちは、寺子屋忍者の岩沢です。今日は清井町福田屋さんへお邪魔しております。これから福田屋の福田隆之さんへインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらのお店がどんなお店か教えていただいてもよろしいですか？はい、1939年創業の今は日本料理屋で、もともと創業時は料理旅館としてですね、虎ノ門の地で創業しました。創業時にお世話になったのが、あの北王子の三人でございまして、彼が売ってくださった生姜骨董というのを生かしつつですね、季節のお料理と合わせてあのお客様に提供させていただいております。北王子の三人さんとは一番最初どういう形で関わっていただくことになったんですか？初代の福田町、私の祖母に当たる、はい、人物が、まあ、とある方のご紹介をいただいて、はい、書簡を送ったところからっていうふうに聞いてまして、はい、手紙の内容云々っていうよりも、はい、すごく字が男勝りで気に入ったっていうことで、まあ、一つ返事で応援をしてくださるということで、はい、開拓いただいたというふうに聞いて、書みたいなのって残って、残念ながら、まあ戦時中だったこともあって結構燃えたということも聞いてますし、はい、虎ノ門からこちらに、はい、の清井町に移ってきたっていうのもやっぱり戦火の影響が大きくてですね、はい、東京大空襲などで焼けてしまって、もともと旅館をなさっていて、そうですね、はい、お食事も出されてっていう形で、そうですね、はい、それがこちらの料亭に変わったみたいな形で、そうですね、まあいろいろ変遷があるんですけど、まずはその戦火で焼かれた時に、清井町6番地に移ったんですね。もともとはその迎賓館的な建物と、うちとで旧香川邸宅をうちと2社で分け合うような形で、はい、お屋敷を買わせていただいて、そこで営業再開したんですね、戦後。はい、じゃあこちらは移設されているので、香川で、ではないです。ないんですよ。ないです。こちらはですね、今あるのっていうのは、支店で福田っていう名前でずっと昭和44年から営業してた場所なんですね。その6番地の方は平成5年か、1993年にあのビルの工事で建て直して、その中に福田屋が構えてたんですけども、そちらをじゃあここに移転、移転、そうですね、うん、単純にまあ重機備品とかは移設してますけど、まあ部屋とかはそのまんまあのお隣の大学にお譲りして、まあこれからの時代やっぱり大きい店を構えるよりは、まあこれでも3分の1ぐらいになったんですね、規模的には。はい、そこをまあしっかり回していくっていう方が今の時代にも合ってますし、観光客はね3000万まで行くっていう目標を掲げていたので、日本式の風情を楽しめる方がまあ時代的に合ってるかなっていうことで、なかなかもう本当にこういう和室が残ってるところってほぼないですよね。まあ、東京では新たにこういう木造建てられない規制がかかってますからね。はい、都内でこういう木造建築作ろうと思ったら、まあそうですね、だからあくまで改装ということで2年かけてリニューアル、耐震とか入れて、はい、そうなんですね、はい、魯山人って教科書に出てきましたっけ？教科書には出てこないですけど、皆さんが多分我々世代で分かりやすいのは、おいしん坊の貝原雄山のモデルになった方で、あの作者も何度かうちいらっしゃってたりするんですけど、まあ、うちの祖父がよくこう
直接お会いしてた話を時折してくれてたんですけど、はい、あ、そうなんですね。まあすごく純粋に芸術に向き合ってる人だって、いろんな言われ方はするんですけど、星ヶ丘茶寮でしたっけ、はいはいはい、なんかやってらっしゃって、はい、でそこを辞められた後にこちらの、そうなんですよ、ちょうどそういう時期で、うん、まあ経営者の方と お喧嘩したっていう話は有名で、まあ追い出されちゃったっていう言い方の方が正しいと思うんですけど、そういうタイミングだったので、お互いそうですね、やりたいっていう気持ちがね、きっと小野さんに出会いだったと思うんですよね。はい、こちらで主に何かどういったことをなさったんですか。客みたいな感じでこうした方がいいよみたいなをいただいたような話は聞きますね。その代わり宿代とか食事代代わりに小学校とその鎌倉に釜を持ってたんで、そこから送ってもらったっていう。器は何でしたっけ、料理の着物。あ、そうですね、料理は、はい、料理の着物でしたっけ、はい、はい、ありますね。大事にしてる点ではありますね。結構なんか器で料理って変わりますね。だいぶなんか美味しそうに見えたりとか。そうですね、やっぱりまあなくてはならない存在というか、やっぱり三人の器で、うん、料理持った方が生きるなっていうものは多いですよね。魯山人さんはもともとなんか、はい、オリベみたいな。あ、オリベは人間国宝2回こう、はいはい、選ばれてるんですけど、うん、そうなんですか、2回とも辞退してるっていう。あ、そうなんですか、はい、エピソードが結局国とかのそういう営業のために私はやってんじゃないっていう、なんかポリシーがあるようでして、もともと書家なんですよね。そうですよね、だからなんかそのそういうで評価されるっていうのはなんか違うんじゃないかっていう感覚もあったんじゃないですかね。なんかでも独特の地書かれますよね。なんかちょっと今日そうですね、いろんな書体ありますけどね、習ってたんですかね、自分で。もともとその小学生ぐらいの時に、まあ、今でいう書道コンクールで金賞をもらったっていうところからなんか芸術の道に入っていったとは聞くんですけどね。それからまあこだわりが生じて、結構幼少の頃が結構里親たらい回しみたいな、あ、そうなんですか、まあちょっと表現が正しいかわかんないですけど、それで福田生の方に非常に可愛がられたっていうんですけど、可愛がられるためにより一生懸命作った、でそこが結構原点としてあるんで、あ、これに何この器持ったら美味しく見えるなっていうところからなんかスタートしてるような気がしてならないんですよ。ちょっと職人気質というか、そうですね、っていう生い立ちがかなり影響してるのかなって気はします。こだわりが生じて、京都から水変えながら愛を運んだとか聞いたことないですか。そうなんですか、なんかちょっと聞いたことある。それだけで、すごいですね、運転満って肥料がかかってとか、すごいこだわりなんですよ。もう朝掘りのタケノコが一番だって言って、もう暗い頃から畑竹林に出てって大根も取れたてがうまいっつって畑で食べるのが一番いいっていう、まあ、素材重視ですよね。そうです、それ何か用物ならバーってそうですシャッと返される、ね、おじい様の代ぐらいまでは魯山人がまだご存命でしたね。お父様の時代はもういらっしゃらない。もう、はい、うちの祖父が葬儀委員長勤めたんですね。うん、あ、そうなんですか。昭和34年の12月21日、そうなんですね、ジストマっていうのも覚えてるんですけど、タニシとか大好きだった。あ、そうなんですか。へ、はい、その毒素が肝臓に溜まっちゃって、あ、そうなんですか、まあ、腎臓が結局悪くしちゃって、あ、タニシの毒素で、まあ、タニシ、そうですね、そういうのがまあ重なったんじゃないですかね。魯山人さんは、うん、結構その海外とかにもすごい行かれてたのかなって、結構この本読んでも、なんかドゥルチャルダン、ダルダンフランスがあるじゃないですか、すごい有名な、なんかあそことかも行かれたりされてるんです。まあ、エピソード有名ですよね。鴨の血のソースが合わないから持ってきた醤油と粉わさびで食べちゃったって言って、すごいですよね、激怒されてとかね、かなりなんか やんちゃというか、普通の人だと遠慮しちゃうようなの、結構すごいことされてますね。まあ、そういうふうに言わせればそれがより美味しく
食べようっていうだというようなことも言ってましたね。おじい様の代とかだともともとひいおばあ様が、はい、あのネイロサンジさんのあれだったんで、はいはい、ただお子さんぐらいの頃からあれだったんですかね。どうそうですね、でも実はひい祖母と言いながらも子供がいなかったんで、うんうん、あそうなんですね、まあ、長女と末っ子次男、はい、7人兄弟いたんですけど、はい、っていう関係で、まあ、20歳ぐらい離れてるんですね。 あった頃多分20代ぐらいだっていうふうに聞いてますけど、うん、あそうなんですね。まあ子供にはすごく優しい人だったっていう。あそうなんですね、うん、ずっと20代ぐらいから魯山人が亡くなるまでずっと、はい、そうですね、ずっと会話っていただいてたって。海外帯同したのかなっていう話なんとなく聞いてて、ピカソがすごい気に入ったシノの器があるんですけど、はい、そういうのを譲っていただいたりとか、はい、でそれは海渡ってスミソニアン美術館とかにも飾らせていただいたことがあったり。すごいですね。ピカソも相当変わった人って言われてます。まあまあまあ、だから普通じゃいられないと思いますよね。個性が相当強くないと、うん、確かにあそこまですごい表現できないかもしれないですね、うんうん、と思うんですけど、ね、お出汁で結構細かくいろいろ書かれてて、福田さんとかもやっぱりお出汁とかお水とかってすごくこだわられるところなんですか。いや、日本料理屋で言えば、うん、もうそこ命みたいなところなんで、うんまあ、1番だし2番だしで変えてますけど、1番でいうとマグロ節 100% いわゆるワン盛りで使うのはそれがベース。これからだと貝が出てくるんでハマグリの出汁をしたりとか、はい、ご飯とかもお水とかってなんかこだわってるんですか。じゃあ水も一つの水じゃなくて容器に合わせて、まあ、はい、いろいろ使って面白いですね。入ってみてそういうのがあるんだって、別に料理の道歩んできたわけじゃないので。そうなんですね、はい、じゃあなんかそういう専門学校行かれてとかは全然なく、うん、全く料理人的な仕事は全くやってなかった。そうだったんですね、はい、まあ、代々そうだったんで。あ、そうなんですか。へ、まあ、そういうもんだと。あ、福田町さんの時代からちょっと料理長は。そうですね、料理長で言ったらあの5代目なんですよ。なんかこういうところの料理長っていうのもなんかすごいあれですよね。なかなかその料理の世界で言ったらすごいなかなか慣れ、まあ、そうですね、なんかミシュランとかも取られて。あ、ありがとうございます。創刊、はい、まあ、から16年連続で2つ星をいただいてまして、非常にありがたいことですね。ミシュランに乗ってからとかって変わられたこととかってありますか。まあ、一番はあれ、海外のお客様が増えたってことですね、うん、来日される方はかなり見られてきていらっしゃるなって思いますね、はい、ホームページとかね、 YouTube とかでもすごいミシュランいろいろやってますよね、うん、福田さんも、ね、出られたりとか。あ、そう、まあ、ありがたいことに、はい、16年ってすごいですね。もうずっと、じゃあ16年間変わらず2つ欲しいでっていう。ああ、もう本当ありがたいことで、すごいですね、はい、あれって一番最初ってお知らせとか来るんですか。どういうふうに知るんですか。まあ譜面調査なんで知る由しはないんですけど、いらっしゃった後に連絡が来るって感じですかね、はい、一番最初ってミシュランが日本に上陸するときって、なんかミシュランって何みたいなね、すごい結構ね、なんかすごいあれでしたよね。うちの母親は海外長かったんで、うん、あ、そうなんですね、ものすごい有名なガイドブックっていうワクワク感はすごかったですよね。でうちが一番、まあ、嬉しいというのは3回、まあ、いわゆる料理長政府が変わってるんですよ。確かに、それでも乗せていただいてるっていうのは、まあ、一つ嬉しいことかな、ね、本人たちはプレッシャーだと思うんですけど。結構海外の方とかいらっしゃるようになりましたか。あんまり変わらない。相当増やしてる。そうなんですね、はい、やっぱり皆さん結構影響力はかなりあるなと思いますね。創業ってそうすると何年になられるんですか。今年84年目を迎えて、じゃあ福田さんが猫染めの間に100周年いくかもしれないですよね。可能性かなり高いですよね。まあ、頑張りますね。だんだんやっぱり
飲食とかもね結構本当にサイクルが早くて、ね、はい、すぐに結構美味しいって言われたり評判のお店でもね結構 何年かしちゃうととかってありますけど、続けるのがやっぱ難しい時代になってきましたよね、来てますよね、お客様の思考もどんどん変わっていくし、まあ日本人特有のこう熱しやすく冷めやすいみたいなところもね感じる局面は多いし、はい、なんかどの辺の方がいらっしゃるかとかって聞いても大丈夫ですか、海外の 国というか。ああでもまちまちで、最近だとオーストラリアの方とか、香港、シンガポールとか、なんとなくですけど、中国はああいう状況なので、中国から出られて海外にお住まいの方が今来られてるような印象がすごいありますよね。なんか好みとかって日本人のお客様と海外のお客様って違いますか？うちも海外の方向けっていう、まあ料理区分を作ってた、はい、あ、そうなんですね、時があって、まあでも今はもう若干そっち寄りにしようっていう話が、やっぱり分かりやすいものがいいのかな、例えば肉とか、あ、天ぷらとか、天ぷらとか、はい、天ぷら好きですよね、そういう分かりやすいものを出された方がお喜びになるというか、ザ日本料理みたいな。そうですよね、はい、なんか日本人って結構あん肝とかそういうなんですか、ちょっと肝っぽいものとか好きだったりするじゃないですか、はいはい、海外の方って食べられます？難しいですよね、全く食べないかと言われるとそうでもないし、まあ、お国の傾向とかもありますよね、まあ、フォアグラに近いんで、ヨーロッパ系の方は召し上がっても、アジア系の方はちょっとみたいな。メニューって月ごとですか？まあ月ごと、まあ、基本的には月替わりにしてまして、うんうん、そうですね、はい、3月だとひな祭りで、うちはもう3月3日以降はもう献立変えちゃうんですけど、そういうところで楽しんでもらえる工夫はまあ常に、ね、行ってる。福田屋さんのお料理で福田さんが一番好きななんかお料理とかってあるんですか、思い入れのなんか。ああ、まあハマグリ塩仕立てっていうお椀が僕はうちのお椀の中で一番美味しいなと思う。先週もちょっと宮崎の方行ってきたんですけど、養殖のフグを加工してる会社さんに行ってきて、三井水産さん、あ、そうなんですね、はい、結構いいフグ出してくれる、養殖は養殖でいいところはもう安定供給できるん で、ね、フグ一度こちらのいただいて、自宅でフグ、あ、ありがとうございます、はい、なんかちょっと違いました普通のフグと。まあ小ぶりなんですよね、その本当に天然の大きいのだと4キロとかあるんですけど、あ、まあ安定して 1.5 キロぐらい。なんかでもやっぱり食材が違いますよね、なんかお弁当、コロナの時に結構お弁当いろんなところが出されてて、はいはいはい、なんか開けた瞬間に香りがすごいいい香りがしたのが、すごい福田屋さんのお弁当が一番甘い、すごい香りがして、なんであんなに香りがするんだろうってすごい不思議だったんですけど、コロナになって始めたわけではなくて、仕出しの仕事って結構やってたので、まあ、消化道を茶会で出させていただいたりとか、まあ、そういう経験があったので、そういう香りをつけるとか、そういうところは意識、ちょうど春時期だったんで、はい、それでやってみたらどうだろうかと、ただ休んでるのも仕事があった方がいいなと思ったんで、はい、コロナって結構影響やっぱりありますか？外大きかったですね。まあ営業するなっていうスタンスでしたから、だからまあその中でできることを一生懸命やろうかっていう、なんかこういう雰囲気でなんかお食事することって最近もうないじゃないですか、めったに。ああ、個室でとか、そうですね、座敷でとか、そうですね、なんか結構その星が、はい、例えばミシュランさんとかで星がついてるのとかでも、はいはい、なんか本当に普通のテーブル席だったりとかっていうところも結構多いじゃないですか、はい、そうするとなんか物足りないじゃないですか、やっぱりこういうところの方が思い出に残るというか、なんかちょっと違いますよね。ああ、それはあるかもしれないですね。まあ合理的なんですよね、そのカウンターだとか、テーブル席にしてるっていうのはやっぱりサービスしやすいし、やっぱりお客様の状況が見やすいんで、まあ、結構店側の視点に立つと
はすごく合理的な面が多いです。中井さんってすごいなって思ってて、なんか閉じてるじゃないですか、はい、基本的に。だからあんまり分かんないけど、すごいいい頃合いになんかこう持ってきてくださったりとかするじゃないですか。あ、まあ、召し上がってるスピードとか、まあ、会話の内容とか見ながら状況判断してこう声出したりそれでついたりとか。あとなんかこういうね、料亭さんとかって外で他のお客様に会わない、会わないとか、ね、そうですね、そういう風に、ね、されてますよね。なんかうっかり出てっちゃう人とかいるじゃないですか。ああ、もう止めますからね。もう部屋から出ないでください。昨日もとある、まあ、要人の方が来られたんですけど、海外で、もう絶対出るなそうですよね、はい、そこを徹底しないともう信頼関係がなくなっちゃうんで、なんか靴一つにしたってね、なんか間違い出しちゃいそうなもんですけど、間違えることなくしっかりちゃんとなるべく覚えるようにはするんですけど、ね、お人数様はツーダー渡したりとか、まあそうせざるを得ないんですけど、効率的なお店を見るとやっぱ非効率な面は多いですけど、お客様に感動を与えられたらいいなって思うんですけどね。そうですよね、はい。こちらが染付絵ピズミ、吉の字、洗面お香漬けという、器になりまして、おめでたい時に使用することが多いんですけど、まあ、お香漬けというようにお刺身を盛り付けることが多いですね。特徴としましてはこのピズミが細かくこうされているのと、お料理を食べていくと吉の字が見えておめでたい気分に。吉の字が、はい、本当で吉の字がめでたい気分になるということと、裏側に烙印がされてまして、この四角いの字が2つ並んでると思うんですけど、結構前に、作られた作品だということがこれによって分かるんです。昭和14年ですから、結構魯山人さんが、まあ、年を召してからこう会ってるので、なかなかこういう勢いのある時にある器っていうのは少ないんですけど、そういうところからも年代が伺えるっていうのが、あの面白いところかなというふうに思います。こちらが、織部しのぎ手、小鉢と言いまして、織部で人間国宝2回指定されてるんですが、それを、誇示したというエピソードがあるんですが、非常にこう特徴的なのが、釉薬でこういった青い色をつけてるんですけども、この釉薬の具合とか、周りの緑と調和というか、が非常に面白い作品だなというふうに思っております。こちらは銀彩福寺宝座というお皿になります。一番特徴はこちらの福の字でして、これも一筆書きで型を決めたっていうところが、この皿に一番魯山人作品のすごいところだなというふうに思ってます。で、周りを銀彩で固めてるっていうところが、まあ、評価されてる作品であると思っております。これのって一筆で書かれてる、はい、ほとんど魯山人作品はそうだっていう。あ、そうなんですね。大体型を取ってとかっていうんですけど、はい、一筆でそれを決めてしまうっていうのは、彼の天才たるゆえんなのかなっていうふうに。なんか最後の服の、なんていうか、この渦巻きみたいなのってなんかあるんですか？まあ、いろんな事態があるんで何とも言えないんですけど、これについてはそういう渦巻き型で行こうと決めたんでしょうね。なるほど、はい、面白いですよ。福寺皿はいろいろありまして、いろんな書体で書いてるので、いろいろ調べてみてください、はい、ありがとうございます。まず割烹と料亭の違いですね、はい、割烹は一般的に言われてる、まあ、カウンターとかテーブルで振る舞われる、まあ、両方とも和食にはまあ、そういないんですけど、うん、で、料亭は我々のような個数で対応するお店の違い、うん、扱うものは日本料理で、そうですよね、および和食っていうところで、うん、
共通してるですかね。価格帯もちょっと違ったりするじゃないですか。マリメージですけど、うん、よりカジュアルなのがカポナーなって、うん、料亭さんって芸者さんとかそういう呼べるところっていう、あ、そうですね、なんか、はい、イメージ的にはそれは正しいと思ってて、うちは呼べないんですけども、それはまあ行政的な問題があるんですけど、まあ、近くに中学校があるんで、また町が赤坂と紀尾井町すごく隣接してるんですけど、まあ、そういった問題が一つあると、あのうちは俺たちが旅館なので、そういう文化の違いなのかなっていうふうに思います。音楽なんか琴とか、あ、なんていうか、そこの、はい、とか、あの、なんかいろいろされてるところとかあったりすると思う。そんなも特にかつてはそういうことも、はい、うん、続きもあったりね、はい、続きもあります。はい、今日は撮影の報道もありがとうございました。ありがとうございました。YouTube を見てくださっている方で、結構うちの、 あの日本文化を、和文化を発信していくっていうチャンネルなので、はい、海外の方とかも見ていただいたりしてるんですけど、はい、あの日本の方だったり海外の方とか、まあ、あの世界のミシュランにも載ってらっしゃるので、結構あの興味ある方が、はい、あの見てくださったりとかもしてると思うんですけど、はい、ちょっと一言メッセージの方をお願いします。はいはい、あのご視聴ありがとうございます。私が結構大事にしている言葉が、格式高く敷居は低くっていうことを結構意識してるんですけど、決してまあ、 あの低いわけではないんですけど、来ていただければその気に入っていただけるように、我々、全力で努力しますので、ぜひ一度お運びいただければ幸いです。あの詳しいことはホームページご覧になっていただけて、いろいろ書いてありますので、ぜひそちらもご覧になってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。福田屋さん の、 あのホームページの方もあの説明欄の方に載せさせていただきますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。どうもありがとうございました。